コンバットデルタは株式会社東京マルイが発売した製造、販売しているエアソフトガン製品である。モデルとなる実銃の存在しない同社のオリジナルデザインモデルであり、投稿目では同様の同社製品についても記述する対象年齢10歳以上の電動ブローバックシリーズとして2001年と2002年に発売された 乾電池を電源とした電動エアーコッキング方式のトイガンである。外観は M1911 コルトガバメントのカスタムモデルとしてモデル化されているが、自重には存在しない架空のガバメントクローンモデルである。コンバットデルタのモデルはコルト車の1 0ト、mm、ルオート、デルタエリートおよびガバメントベースのカスタムレースガンである、センチメーターマスターであると推定される。 フレームはセンチメーターマスターのものと同じものであると想定していることが伺え、センチメーターマスターと同形状のサムセフティア、スライドストップレバー、サムガードを備える。それに対してスライドはセンチメーターマスターとは全く異なった形状をしている。これはガバメントクローンの最新化系と言われるハイキャパシティと似た形状だがオリジナルデザインであり、また、 赤字に銀でギリシャ文字のデルタをモチーフにしたデザインのメダリオンが入っている M1911-2 のグリップもオリジナルデザインである。照準器はノバックサイトタイプとなっている。はい、鞘口から見える薬室に入っている刻印及びスライドに入っている刻印から重心はバーストプレシジョン製。 使用弾は 10mm 弾とセンチメーターマスターと同じ設定がされていることがわかる。本製品が属する東京丸井の電動ブローバックシリーズは対象年齢10歳以上で全国青少年健全育成条例をクリアしている。ハイキャパ4.3タクティカルカスタムコンバットデルタ以外にも東京丸井には対象年齢18歳以上のガスブローバックシリーズ ガスブローバックフルオートシリーズ、電動、ガンハンドガンタイプシリーズと、対象年齢14歳以上のガスブローバック R シリーズに、ハイキャパ、ウォーリアという名称の架空のガバメントクローンをモデルアップしたシリーズがある。ウォーリアシリーズの一つである、ナイトウォーリア以外は、スライドのデザインに、コンバットデルタと類似する点があり、コンバットデルタの兄気分といった佇まいを持つ。 薬室の刻印では、使用弾は、コンバットデルタと異なり、45ACP 弾になっている。丸いは、タクティカルマスターと、サムライエッジシリーズというベレッタ M92 ベースのオリジナルガンも排出している。サムライエッジシリーズは、ゲーム、バイオハザードシリーズに登場する銃で、株式会社カプコンとのコラボレートモデルである。量産品である、スタンダードモデルのほか。 限定品として、同ゲームの登場人物専用モデルが発売されている。タクティカルマスターは、M92 の実在するバリエーションである、M92G エリート、CQB をモデルにした、実在の銃と、架空のカスタムガンの境界上のモデルである。このように、M92K では、コンバットデルタ等の架空のガバメントクローンとは、事情が異なる。グロック系では、 グロック17ベースの G17 カスタムとグロック26ベースのグロック26アドバンスの2種類が排出されている。後者は357シグダンに使用弾を変更した G33 アドバンスとしてアニメ広角機動隊、スタンドアローンコンプレックスに登場した。なお G17 カスタムについては同型上の実銃パーツが存在しており実銃を 同じ仕様にすることはできる。丸いの製品は各パーツはスマート、ロック車のものがモデルになっている。電動ガンシリーズには SAS が採用した H&KG3 の CQB モデルという設定の G3 SAS が存在する。この製品は G3 を極限まで短縮化したデザインになっており、 G3 の超短重心化カスタムモデルである MC51K に則ったデザインになっているが、モデル元の実銃と比べると、ロアフレームやトリガーグループが異なる上、コッキングハンドルの作動範囲が非常に短く、実物ならば、ボルトを十分に交代させられないであろう、距離しか移動させられないものになっており、あくまで電動ガンとしてのデザインである。なお、MC51K は、 実際に SAS 及び SBS の要請で、イギリスの FR オーディナンス社が、ガンスミスのビル・フレミングに依頼して開発したものだが、実写試験で、多々の問題を発生させたため、発注元のイギリス軍特殊部隊では、採用されなかった。したがって、上述の設定も、架空のものである。G3SAS 同様の架空の銃と実在の銃の、境界上のモデルとして、 がある。ソカム16の実銃は M14 のコマーシャルモデルである M1A がベースであり、フルオート機能はないにソカム16が採用されているわけではない。AK47 ベータも AK ピストルと総称される超短縮モデルは実在するが、実際にスペツナズが使用していたかについての確証はない。MP5RAS と HK416D デバグルカスタムについても、実従で製品に禁じした、構成のものを製作することは可能だが、製品そのままのモデルが存在するかについての確証は、ない。製品名とされている、実従と外観が異なるものも存在する。ナイツ SR-16 カービンを、ナイツ M4SR-16 として、販売しているが、東京マルイが、モデル化したものは正確には、 M4E2 と呼ばれるモデルで、本来の SR-16 とは異なる。エアコッキングガンの VSR-10 シリーズは、レミントン M700 の面影が、レシーバ等に見られるが、全体のデザインはオリジナルとなっている。マルキチのトイガン中トンチ2011年2月6日、東京マルイコンバットデルタ2020年8月31日、閲覧。 トイガンとしての G3SAS では、コッキングハンドルは、アッパーフレーム右側面にある灰、サヤコを開閉するためのもので、エアシリンダーを作動させるための、コッキングハンドルではない。FR オーディナンス社以外で、m c 五十一 k に習って、H&KG3 もしくは、G3 の民間向けモデルを改造した、カスタムガンも存在し、フレミング h k 五十一もしくは、 HK51K と呼ばれる。ありがとうございます。